ピエトロロカテッリ、ピエトロアントニオロカテッリは、イタリア後期バロック音楽のバイオリニスト、作曲家。ベルガモ出身。ローマで学んだ後、1729年にアムステルダムに定住し、その地で没した。ロカテッリの作品は主に、熟知していた楽器バイオリンのために作曲されている。最も重要な出版作品は、おそらく、 バイオリンのギゲアルテデルビオリーの作品3と12のバイオリン競争曲であろう。ロカテ・リのコンチェルトは、長大なカデンツァの役割を負った、技巧的要求の高いカプリッチョ楽章が挿入されている。しかし現在この楽章は、コンチェルトから切り離して、それだけを演奏するのが通例となっているようだ。ロカテ・リは、バイオリン・ソナタやトリオ・ソナタ、合奏競争曲のほか。 フルート・ソナタ州、作品にを残した。初期作品がこれ、リの影響を示しているのに対して、後期の作品は、様式的に、むしろビバルディに近い。ロカテ、リの名は、パトリック・オブライエンの最初の小説、マスターコマンダーマスターコマンダーに、登場する、架空の、波長長の弦楽四重奏曲によっても知られている。ありがとうございます。